3番人気か。ただいまより投票受付を開始します。近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。ワールドブリーダーズカップクラシック12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。アーバンタナトスが先手を取りました。シャドーゲート1番ワイワード、1つ目の橋タワーブリッジに差し掛かります。その外に4番ノットナウケイト、そして5番手にシーザースターズ、それからカニカマクラッシュ、カタノアメリカムが並んでいっています。そしてその外に11番シリウスベゼングル、バラヌール、フェイスフルサン、その後ろ3馬身くらいあって9番ミリタリーク、そしてもう1頭6番デビッドジュニア。流れるようにレースが進んでおります。先頭は3番シャドーゲイト、積極的に行きました。そしてその後ろから1番ワイワード、それからもう1頭4番ノットナウケイト、アーバンタナトスが並んでいます。そしてその後ろから7番シーザースターズ、外を通りましてシリウスデゼングル、そしていたいたカニカマクラッシュと武豊でやります。内を通りましてバラヌール、ここにいた肩のアメリカン、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。先頭行くのは4番ノットナウケイト、外から1頭フェイスフルサン、フェイスフルサン一気に抜けた、内から1頭シーザースターズ、カニカマクラッシュが差を詰めてくる。先頭サンダーとフェイスフルサン、捉えるかカニカマクラッシュ、フェイスフルサン、カニカマクラッシュ、またいがあったところがゴール板。気を取り直して次行こう。1着12番、2着5番、3着7番。馬がレースから帰ってきたね。